そこが気になる。どうも、関西で喋り手をしています。僕、倉庫が気になっていることを毎日ボソっております。今回の気になるは盆栽秋。今日はもう11月8日、暦の上では立冬、冬になるということですけども、何回かこの倉庫が気になるで盆栽取り上げておりますけど、今年の夏7月から初めてね、ケヤキを購入して、前回紅葉といいますか、ケヤキの場合黄色くなるので黄葉がどうなっていくかななんていうことをお話ししたんですが、もうその葉が黄色く、まあ、なってるところありますけど、その前にいっぱいもう落ち葉として茶色くなって枯れて落ちてしまったてましてね。で、まあまあまだ緑したところの方が多い。こっちの方がやや黄色く、ちょっと光の加減によっても変わってきますけど、でももう僕が思い描いてたこう真っ黄色にこうなるのかなと思ってたら、やっぱ今年に関しては秋がなかったのか、もう黄色よりももうすぐね、茶色くなって応用する前に枯れて落ちてしまって、それとも僕が初めてのことで全く分からなくて、夏に買った時に園芸店の大将にこう根の方にお水やんのと葉にも水やれ言われて、葉水っていうんですか、葉っぱの方にもやって、ずっと秋も葉っぱもやってたんですよ。それがあって落ちてしまったのか、その勢いでね、黄色くなる前に枯らして落ちてしまったのか、ちょっとよくわかんないんですけど、とにかくなんか綺麗には色づいていないなということで気になっております。冷え込みの関係でしょうか、それとも僕の水のやり方などでしょうか。今後もっと綺麗に黄色く色づくのかどうなのか、その辺もですね、また話そうと思いますので、盆栽気になっているという方、何回か見てくれているという方は高く評価、いや全然盆栽とか植物とか気にならない、興味がないという方は低く評価での参加もお待ちしています。いやー、もっと綺麗に色づくかな思っててんけどな。だってめっちゃほんま落ち葉落ちてるでしょ、わかるかなね。まあでも結構やっぱ愛着というかね、こうしっかりまあ葉を落として、また新しい葉をね、冬を耐え忍んで生やしてほしいなと今から思っておりますが、どうなっていくのかまたお話します。倉庫でした。さよなら、バイバイ。